足というのは左足ですね、後ろの軸足に全体重を1回乗せて、で、まあ、ちょっとこう左肩を締めてですね、こういう感じですよね、うんうん、でこの体重を前に持っていくんですよね。で持っていくときに こっちの力があるから、まあ、ヒッチもちょっとヒッチされてるんですけど、はい、このヒッチは下がるってことですか。下がって上がるってこういう手の動作をヒッチって言うんですけどね。初めて聞いた。止めてて打つよりもヒッチした方がボールって飛ぶんですよ。なんでかっていうと、まあ、釘があって金槌があるとしたら、こうやって反動ポンってやった方が力強いでしょ、うん、はいはいはい、それと一緒でここでも反動で打つって方がやっぱりヘッド走るんですよね。でその一本足に体重乗せて、そこでこう反動つけて前に行くから、このやっぱ速いんですよね。でそれをまた打つ時にちょっと戻り気味でこう当たるんで、ハイフィニッシュって、王様必ずハイフィニッシュって言って、こう横から出ていって打った時、あとはこうなるんですよね、はい、で上に行くから、王さんってホームラン打った後って必ずこうなるんですよ。グリップを上下させ反動をつける動作から、体を後ろに反らせ力強くインパクト、まさにホームランバッターならではのバッティング。だからこのプレーク選手のやつ、こう普通打ったらこういうようになったりするフィニッシャー、王さんはこうやって、でヘルメット押さえていつもこう走ってる。